てねチーム作ったんですけど、いやチーム作るというのはなかなか難しいもんでした。振り付けだけ作るのは簡単なんですけど、たくさんの振り付けをこれまでね、はい、作ってこられたけど、はい、ご自身のチームっていうのは初めてだったんですか。そうなんです。だからね、各チームの方がどれだけ苦労してね祭りを作ってるのかよく分かりました。そうですか、はい、そんな中での受賞ですよ。ありがとうございます。もう本当にありがたく、まだまだ仕上がってないところもいっぱいあると思うんですけど、はい、皆さんにそうやっていただいた賞に恥じないように頑張りたいと思います、ね、この祭り三大育のとにかく最初の今年初めての見せ場というのは何だったんでしょうか。はい、一応祭り三大ということですね。三世代で祭りを楽しみたいと。で元気な躍動感のある銅赤い方が赤いチームですね、ええ、はい、それからしっとり艶やかに女性らしく踊るツヤ、ツヤ、はい、はい、そして元気に踊るわらべ、はい、おじいちゃんの役はほのおんちゃん。あ、ほのおんちゃん、おー元気でそう、そして私もだいぶそっちの方なんですけど、そういうことで3世代ですね、え、はい、3世代が踊り続けるよさこいというのもやっぱり65年の歴史があればこそですよね。そうですね、本当に、はい、ね、はい、さあそれでは踊っていただきましょう。はい、よろしくお願いします、はい、まずはトップバッター祭り三代イク、どうぞ。こんばんは。もらっちゃいました。初出動で祝勝礼状いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。その踊り、この場所をお借りいたしまして、ただいまからご披露させていただきます。応援よろしくお願いいたします。いきます。スタート。祭りでーyou
ました。はっ、退場。ありがとうございました。祭り三代イクの皆さんでした。ありがとうございました。三世代が